おはようございます。今日は2022年の3月の10日、岩手県遠野市の遠野駅に来てます。まあ、昨日は1日親戚の家に泊まって、今日車でここまで送ってもらったんですけども、まあ、今日はこの遠野から、花巻、北上、横手を経由して、山形県の新庄まで向かいたいと思います。まあ、今日はその様子の動画を投稿したいと思うので、よろしくお願いします。次に乗る快速の盛岡駅まであと15分ぐらいあるので、まあね、ざっとこの遠野駅の紹介とかをしようと思うんですけども、でまず駅前にあるのがこの3体のこのちょっと不気味な像。これよく見ると、まあこのハゲた頭といい、なんか10円置かれてんなというこのね感じといい、カッパなんですけども、まあカッパっていうとなんか花カッパとかね、可愛いイメージを想像するけど、こうやって見るとやっぱ妖怪面というかな、結構気持ち悪いっていうのかな、この痩せこけてて、こう、なんか悪そうなイメージの姿をしてますけども、なんかね、この遠野はカッパ淵っていう、カッパが伝承で言い伝えられてるみたいなところらしいんですけど、あのカッパは可愛いけど、こっちのカッパはちゃんと気持ち悪い。今ちょっと調べると、あそこの石碑に柳田国男について書かれてまして、柳田国男っていうと大体国語とか高校とかの現代文にも確かね、いたような気がする民族学者なんですけども、その人が遠野物語っていう物語を書いたんですね。これは割と聞いたことある人もいると思うんですけど、でそこに妖怪とかに関わることが書かれてて、まあ、そこで出てきたのがこのカッパ淵の話とからしいんです。あとなんか他にはこの遠野は日本のふるさととか、まあ、これ自称なのか他称なのか分かんないんですけども言ってるみたいで、なんかそんな感じで日本の古き良きふるさとっていうのかな、そういう町みたいなところらしいです。海外にも座敷わらしとかお城様とかね、いろいろなんか妖怪伝説みたいなのがこの町にはあるみたいなんですけども、まあ、とりあえずこの町で一番のシンボルはカッパです。このそこにもカッパの銅像もいるし、ここにね3体こう並んでて、ここにはなんか多分雨とか降るとここに水が溜まって、まるで本当にね水の中にカッパがいるかのような風景になると思うんですけども、あいにく今寒いので凍ってて、まあそういう感じないんで、また梅雨とかに来るとね、この駅前はいい感じになるんじゃないでしょうか。そしてこの御利益があるのかわかんないですけど、頭にねみんな10円玉を乗せられてて、この子は何も押されてないな、この子は片手に手袋と1円玉をこう握りしめられてて、こういたずらではないね、こうなんかいろいろされてるカッパもいます。遠野駅にはどうやらあのホテルが併設されてるみたいでして、ちょっと今そこら辺はね人が多いんで、こうベラベラ喋ると迷惑になるんで行かないんですけども、このここがホテルじゃなくて駅舎なんですけども、この2階になるのかな、この左側にホテルがくっついてるみたいで、多分誰でも泊まることができます。いや、カッパこう見るとね、顔も結構すごい、ちゃんと後ろにね甲羅があるんですね、カッパって。だからあんまりそこら辺考えてもなかったけど、ちゃんと甲羅もあって、しかも手足も異常に長くて、何頭身だこれ、これが1、2、3、4、5、6、10頭身ぐらいかな、奈良もびっくりの10頭身ぐらいだ、まあ、男か女か分かんないけど、めちゃくちゃプロポーションいいやん。しかも筋肉も、これはシックスパックのクリスティアーノ・ロナウドみたいな腹筋してんな。なかなかね、こうやってイメージのものと、まあ、これもねイメージなんだけど、ちゃんとしたものっていうのかな、こういう発祥の地に伝わるものって結構乖離してることがあって、まあ、花カッパとかああいうカッパはいい例だな。妖怪ウォッチとかで、ね、カッパとか妖怪が可愛く見られることがあるけど、やっぱりねこういうところに来るとちゃんと気持ち悪いように描かれてるのがちゃんとした妖怪なんだなと思うね。あ、歯は4本しか生えてないのか、歯磨きしてねえのか。まあって感じで遠野駅の紹介は一旦ここら辺にして、とりあえず快速浜百合号だったかな、それで盛岡に向かいたいと思います。まあ、快速浜百合号は普通の、もちろん普通電車より速いわけなんですけども、確か停車駅は4つぐらいしかないのかな、宮森、新花巻、花巻、確かそんぐらいの停車駅だったんで、あ、やべ、そろそろこれ乗り遅れたらもう
か新庄に友達と待ち合わせしてまして、それに遅れるとちょっと大変なことになるんで、ちょっと急ぎたいと思います。次は宮森です。宮森です。お出口は右側です。すべてのドアが自動で開きます。ご注意ください。新花巻です。
そこ行くの。何も持ってない。